東京五輪のためにも駅の表示にハングルは必要ない納得の理由って書いてあるんですが、この記事は私が思うにかなり質が低いと思いますので今から批判します。でその前に先にこの著者についてちゃんと名前を明かしてくれているのでそれもね書いておこうと思いますが、なんちゃらインコーポレイティド代表で、公益財団法人モラロジー研究所研究員の山岡哲秀さんという人です。なんかアメリカに留学とかもした人らしい。で、自身の、まあ、なんかありますね、このメルマガみたいなね、まあ、読む人そんなにいるのかなって思うんですけど、日本の情報、日本って読むんだろうな、こういう人はね、日本の情報戦略を考えるアメリカ通信に記しています。ということで、まあ、それ活動してる。で、この人、まあ、私、いろいろ、実績とか見たんですけど、オーストラリアになんか従軍慰安婦の像を韓国の、まあ、何かが、作ろうとしてるのを阻止させたみたいな、まあ、そういうことをやったらしいんですが、それ確かにね、こうあんなにあったんだかなかったのかよくわからないようなものを、しかももう解決しましたっていうふうに過去にこう約束したものをですね、今更蒸し返して、それでなんかこうまたね、日本はこういう悪い国なんですとか言って、なんかオーストラリアみたいな、そういう、まあ、多分関係ないと思うんですけど、そういう関係ないところにこうなんか像とかを設置させようとして、こう不名誉なことじゃないですか。でそういうのをやめさせたっていうのは確かにね、それはね、評価されるべきことだと思います。だから別にこの人自体を悪く言うつもりはないんですけど、ただこの人が書いたこの記事は、全然別になんかなんていうのかな、まあまあ、この駅の電光掲示板の外国語表記をやめるべき本当の理由とかね、このタイトルの方ではもうこれは本人が考えたんじゃないかもしれないけど、東京五輪のためにもとかね、納得の理由とかこうわけわからないような文言がいっぱい書いてあって内容もひどいので、今から一個一個、取り上げます。まずは読みます。東京オリンピックを来年に控え、着々と準備が進む都内の駅などでは、日本語、ローマ字、ハングルなど、様々な言語で書かれた看板や電光掲示板を目にするようになりました。そんな当たり前と流してしまいがちな状況に待ったをかけるのは、AJCN インコーポレイティッド代表で公益財団法人モラロジー研究所研究員の山岡哲秀さん。山岡さんはその理由を自身のメルマガ、日本の情報戦略を考えるアメリカ通信に記しています。駅の電光掲示板の外国語表記をやめるべき本当の理由。顧客との会議に出席するために電車の駅に急ぐサラリーマン。改札口をくぐって電車の行き先と時刻を確かめようと電光掲示板を見上げると、そこには解読不可能な外国語の文字があふれ、日本語は一文字もない。唖然としながらひたすらに日本語が現れるのを待つ。しかし次に現れるのも理解不能な外国語。なすすべもなく立ち尽くすサラリーマンが乗るはずだった電車のドアが閉まり、駅を離れていく。全世界のアメ通読者の皆様、山岡哲秀です。哲秀でいいのかな、皆さんもこれと似たような経験をされたことがありませんか？日本にいるのに、日本人が全く読めない表示が溢れ、大多数の日本人が不便な思いを強いられていると感じませんか？困惑した人が思い余って鉄道会社に苦情の電話をかけるとお決まりの答えが返ってきます。まあ、困惑した人って第三者みたいに言ってますけど、多分これは、自分が困惑し思い余ってかけたんだと思いますけどね。これからオリンピックを控え、世界中から多くのお客様がお見えになりますので、その方々の便利のかを考えての処置でございます。どうぞご理解お願い申し上げます。これって国交省の行政指導なんでしょうか？世界広しといえども、こんな間抜けな国はなかなかありません。日本人はおもてなし、ホスピタリティを完全に履き違えています。自分たちが読めない文字で掲示板を埋める。それでは媚びていると受け止められます。観光客はその国にしかない異国情緒を求めてくるのです。多民族国家のオーストラリアでもこんなことはしません。駅の表示は英語表記だけです。病院やトイレには多言語での注意書きがありますが、きっと多くの方が同じように感じていらっしゃるのではないでしょうか。ハングルを使うという無意味。しかし、日本人がせっかく不便に耐えているのに、もし肝心の外国人が便利に感じていなかったらどうでしょうか。最近発足し、私が代表になっている日本野党の会の会員さんから非常に鋭い指摘がありましたので、以下に紹介させていただきます。韓国語は英語と同じく N、まあ、この日本語では発音できませんけれど、N と、まあ、それからこう、まあ、なんていうのかな、ちょっとね、こう、ベロを口の上部分につけない N、んの音があるんですけれど、んーと、んーみたいな、まあ、ちょっとできないですけどね。青とは、青と AOTO と漢字とローマ字を併記することで韓国人には十分によくわかります。それをハングルで表記して、これがトーらしいんですけれど、青トーって感じになるのかな。日本語のトの音とぴったり対応する音が韓国語にはないのです。近い音では青ド、青トというのもありますが、強いて言えば青トーが一番近いかなという感じ。つまり英語の AOTO が一番正確なのです。韓国人は漢字表記はあまりしませんが、漢字は義務教育で習っていますから、ある程度わかります。だから、漢字語と英語で十分なのです。中国語と言わないのか、漢字語とハングルならまだしも、ハングルだけだと音が日本語の言語と微妙に違うので、むしろわかりにくいです。
日本の駅名のハングル専用表記は韓国人の自尊心を満足させることはあっても実用的ではないということです。韓国人以外は基本的にハングル読めないのは言うまでもありません。もう少し説明します。今度は逆のパターンを考えてみましょう。ソウルの地下鉄5号線の、ごめんなさいこれ読めないですけど、ワンシーミって読むんですね。下り5駅を漢字とローマ字で表記してみます。マージャンかな、ダプシミとか、まあ読めませんけど、まあこんな感じですね。まあ漢字の方を見れば読めなくても一応わかりますよね。ババとかね、佐賀山とか、東十里とかね、大十里、まあ、長官票っていうのかな、まあありますね。これ韓国が一夜にして親日国になったと想像してみましょう。無理。そして韓国の鉄道会社が駅の電光掲示板に日本人のためにカタカナだけで表記してくれるようになりました。ワンシムニ、マジャン、サブシ、タプシムニ、ジャンハリピョン、アサちゃん、これかなりきつくないですか。しかも日本人が一生懸命これを読んで聞かせても韓国人には聞き取れず、この人は何を喋ってるんだろうって感じなのだそうです。もうお分かりですね。旅行者への親切心なら日本語とローマ字で統一した方がずっと合理的なのです。困る人がいなくなります。石井啓一国土交通大臣殿、いかがでしょうか。全日本国民と世界から来る観光客のためにオリンピックまでに駅の表記は全て日本語とローマ字に統一しましょうっていうのは、なんか結構いろんな人が言ってるんですけど、私はこれはね、ちょっとね、違うなと思いますね。駅の、まあ、現状を分かっていないのかなという気もします。まあもちろん日本語とローマ字だけでも大体のことは対応できるし、もしかしたらその方が本当に合理的だという結論が出るかもしれないのですが、ちょっと見方があまりにも一面的すぎるのかなという気がします。どこから行こうかな。じゃあここから一個一個反応していくか。これとこれからオリンピックを控え、世界中から多くのお客様がお見えになりますので、便利を考えての処置です。どうぞご理解お願い申し上げます。国交省の行政指導なのでしょうか。こんな間抜けな国はなかなかありません。おもてなしを完全に履き違えていますということなんですけど、別にね、これおもてなしとかそういうやつやってるわけじゃないですよ。私も駅で働いてたから分かるんですが、東京の駅はね、本当に外国人の、まあアジア、まあ多分この著者で書いてる人も分かると思うんですけどね、いっぱいいるんですよ。で、英語が通じるかっていうと、またそれも通じないんですよね、結構。まだ英語で話せるぐらいだったらいいんです。で、もう本当に外国人が多くて、まあ、とにかく、英語で会話すれば、まあ、それは、ね、すぐ終わりますよ。例えばなんだ、まあ、イメージとしてはこんな感じですかね。いきなりね、こう、外国人の人が話しかけてきて、まあ、これは、例えば、じゃあ、東京駅だったとしたらね、excuse me, how can I get キャバクラ? はぁ、キャバクラ? Ah, do you mean 鎌倉? Oh, yes, yes, 鎌倉. Ah, okay, next departure is 10:20. So, downstairs and track number 4. Okay, number 4. Okay, okay, thank you. みたいな。まあ、こういうんだったらいいんですけど、鎌倉って言われて、で、まあ、それで鎌倉だけはね、まあ、地名ですから言えるにしても、まあ、その後、こうやって指し示したりとかね、これで、中国語しか通じない人だったら、じゃあ、スーって言えばいいのかっていうと、スーでも通じなかったりするんですよ。やっぱ発音が悪いんですね。で、こう書いてみてですね、こうやって見せたりとか、時刻はって言われても、こう、1、0なんとかとか、そういうのをこうまたメモで書いたりする。それね、えらく時間かかるんですよ。で、そういうことをやってると、まあ、駅のね、駅員さんとか、東京駅のそれこそ、地下の、丸の内線との乗り換え改札とか、私も行くんですけど、まあ、自動改札がずらっと並んでいるところに、切符を通すじゃないですか。で、普通はスイカとかでみんなタッチするからいいんですが、まあ、やっぱたまに用事があって、その改札の脇にある有人改札、まあ、駅員さんがいる、箱みたいなところね、そこを通ることもあるわけです。で、そこでは、まあ、主な業務は運賃の精算とか、まあ、お客さんの案内とかなわけですけれど、もうそこが外国人で詰まってるんですよ。全然通れない。で、外国人も、まあ、英語を喋る人が多いですけれど、英語喋れないような中国人の人とかね、そういう人もいて、もうそれはもう全然こう先進めなくなっててね、結構大変な状態になってるわけです。で、これからオリンピックを控え、世界中から多くのお客様が、お見えになりますので、その方々の便利を考えてのって言ってるんですけど、まあ、その方々に便利になってほしいかっていうことじゃなくて、単純にそういう、こう言葉でもって自動での案内をしないと、もう駅の案内の業務がほとんど案内というか、駅の業務自体が外国人の対応でもう圧殺されてる、されかけているっていう現状があるわけですよね。だからこそ、それぞれの、韓国語、まあ、というか朝鮮語、ハングルとか、中国語とか、まあ、そういった私たちが普段使わないような言葉もそこに織り交ぜて、そういった人たちを自動で案内しなければならない。だからそういうことをしないと、逆に私たちだってね、不便になりますよ。
駅の有人改札、なんかちょっと用があって駅員さんのところ、例えばスイカタッチしたんだけどなんかエラーが出ちゃったと。でもうしょうがないからじゃあ一回駅員さんのところへと言ったら、駅員さんのところ長蛇の列だったね。これ大変ですよ。もうそれでね、下手すると5分とか自分の順番来ないってこともねありますから、なんかね、それこそ、なすすべもなく立ち尽くして乗るはずだった電車のドアが閉まり、駅を離れていくってことになりますよ。まあ一方でね、これですけど、電車の行き先と時刻を確かめようと電光掲示板を見上げて、解読可能な外国の文字が流れる日本語は一つもないって書いてありますけど、まあ、あぜんと、いちいちそこであぜんとするか、ひたすら日本語が現れるのを待つって言ってるけど、まあ、待つったって何分だよと。そこで待つのは、まあ、せいぜい、まあ、長くても20秒待たないと思うんですけど、20秒待つその手の、外国の電光掲示板って私の記憶にはないんですけど、まあそれぐらいであれば別にそのために不便になってても、その脇にある友人改札とか駅員さんとかにいざとなった時に、手動で何か対応してくれるような人たちの手を開けておかないと、逆にむしろ、外国人観光客に、の、その増加によって私たちが不便を被ることになると思う。だから私としては外国語の案内はどんどん増やしてほしいと思います。だから別におもてなしで JR とかね、そういう鉄道会社はやっているわけじゃなくて、ただ単純にその自動化にすることによっていかに全員に効率的な、もしくは鉄道会社として効率なサービスをするかということしか考えてないと思いますよ。で、自分たちが読めない文字で掲示板を埋める、こびていると受け止められます。その国にしかない、でこれですね、観光客はその国にしかない異国情緒を求めに来るのです。駅の電車のね、乗り換えのところに自分のなんですか、その分からない言葉が並んでいたら確かに異国情緒は感じられるでしょうけど、普通観光客はそんなものを求めてきませんよ。いや、まあ、確かにね、私もフランス行った時に、フランスってなんか英語が嫌いらしいんですよね、本当か分かんないですけど。で確かに英語の案内がフランスってねなかったんですよ、全然なくてね。で、そうなのかと思って結構苦労したんですけれど、まあ、確かにそこにフランス情緒は感じられたけど、でも全然別に、だからうわ素晴らしい、フランスって英語嫌いなんだって感動しないですよね。まあ嫌いだからそうなったのか分かんないですけど、まあなんでね、別に、なんですよ、その異国情緒を求めてくるから、その、異国情緒になんかその対応してわざわざその案内を消すべきだみたいな論調はちょっと理解不能と言わざるを得ませんね。多民族国家のオーストラリアでもこんなことはしません。駅の表示は英語表記だけです。病院やトイレには多言語での注意書きが、あるんだ。逆にそうだったんですけど、イギリス行った時もそうでしたし、それからアメリカもそうだったんですけれど、イギリスとかアメリカってやっぱほら、英語でね、英語がもう世界の基準なんで、まあ、なんかあれだけありゃいいんじゃないかみたいな、まあ、そういう感覚があるんじゃないですか、なんかわかんないですけど、そのあんまり多言語っていうかね、もうみんな英語できるしみたいな、そういう感覚でやってんじゃないかなと思うんですけどね。だからその別になんかオーストラリアとかは自分のなんていうのかな、やってくる人たちが自分で努力すりゃいいんだっていう考えでやってるというよりは、まあ、とりあえず英語書いときゃまあ大体の人はわかるしいいんじゃないっていうんで、そんなにこう、多民族、ごめんなさい、私オーストラリアについてそんなによく知らないんで、ちょっとここら辺は反論というほどにもなってないかもしれないんですけれど、その英語圏の国では別にオーストラリアだけじゃなくてね、イギリスでもアメリカでもそうですが、英語表記だけだと思います。でもドイツ行ったら英語表記もあれば、フランス語表記もありましたしね、ロシア語表記ってあまり見ませんでしたけどね。それから、まあ、それこそ、こんなことをやってるのは日本だけですってね、なんだこれ、どっか書いてありましたね。こんな、書いてなかったか、そんなの。それはなかったか。それでは、媚びていると受け止められますって書いてありますけど、まあ別に媚びていると受け止められたらなんか困るのかってもあるんですけど、シベリア鉄道に乗った時、シベリア鉄道っていうのは中国からの国際連絡列車もやってくるんですけれど、モスクワとサンクトペテルブルクとかもそうだったかな。最初、まあ最初っていうかね、駅の表示が、自動表示が出てて、最初まずまあ何秒かロシア語で出ます。キュリル文字のやつ。で、その後、パッと切り替わって、英語になり、その後もう一回切り替わって中国語になる、まあ、これで3カ国の表示ですよ。でロシアって英語できる人少ないんですよ、本当ね。まあ、なんかその若い人はできるらしいんですけど、ある程度の年代になると英語本当にできない、まあ、その社会主義時代の、ね、名残で。で、それからまあ中国語も多分そんなできるロシア人ってそんないっぱいないと思うんですよ。だけれども、そのむしろ日本よりも、ね、まあ、日本はまだ例えば英語、日本語、
中国語ハングルの4つを例えば出しているとしたらば、まあ英語ってまあ多分ローマ字とかね、あのそのぐらい ある程度簡単な意味で、まあ、読める人が多いと思うんですけど、多分ね日本語と英語、まあ、その2つを、まあ、こうまあ4つのうち、まあ、2つは分かるじゃない、まあ、もっと言えば中国語だったりある程度漢字だから分かりません、ね、ハングルは全然分かんない人が多いと思うんですけど、4分の3ぐらいは何かしら一応意味が取れるような、ものがまあ大体3つぐらい出てると、まあ特に半分2分の1はね、引き目というかちょっと厳しめに見ても2分の1は多分何言ってるか、まあ、分かるような言語が出てると思うんですよ。でもロシアはその国民の成り立ちを考えたら、まあ、3種類の言語をそのシベリア鉄道ロシア鉄道の駅で表示してますけど、そのうち、ロシアの国民が分かるのはロシア語しかないわけですよ。だから3分の2はもう表示している3分の2の時間で全然関係ない言葉出てるわけですよ。でそれがまだそのシベリア鉄道とかから直通してやってくるサンクトペテ、モスクワとかね、あとなんだイルクーツクとかそういうところならまだ分かりますよ。中国からの直通列車来ますから。でも中国行きの国際列車とか来てないのに、もう多分向こうには理解不能であろう漢字とか出てるんですよ。で北京とかね、書いてあって、それすごいことだと思うし、私もそのおかげで英語と中国語が出てたから、まあ、それから紐解いてね、かなりロシアでの鉄道の電光掲示の案内は楽しく見させてもらいましたけれど、やっぱね別に日本だけがそういうことやってるってことはないと思うんですよね。まあ、ちょっと他の外国の例はそんなにパッと確かに聞かれると思いつかないんですけど、まあ掲示板を埋めるっていうことに関してはむしろ日本よりもロシアの方がね、そういうのをバッとやってるなという印象はあったし、まあそれから他にはそう、でも結構いろんな国で、だって空港だってそうじゃないですか。外国人がねいっぱい来るから、そのいろんな国の言葉で表現しますよね。別にそんなに、なんていうのかな、日本の鉄道だけが外国人に媚びてるってことはないと思います。だってそうした方が効率的だから、だから自動の案内してるわけでしょ。しかし、まあ、こっちはまた別の考えですね。不便に耐えているのに、もし感じる、まあ、そんな不便に耐えるっていうほどそんなに不便なのかなと思うんですね。肝心の外国人が便利に感じていなかったらどうでしょうか。まあ、ちょっと、省略しますけど、まあ、要するに、もともと、まあ、韓国でもね、漢字使いますんで、こういう漢字の地名があり、まあ、韓国のピンギンみたいなやつがあるんでしょうね。読み方のローマ字表記が、まあ、これだと。で、それに対して、それをもし日本語でね、こういうふうに表現したらば、ワンシムに、マジャン、タプシムに、ジャンハンピョンとか、そういうふうにこう出てくると。で、これがかなりきつくないですかって書いたんですけど、これ実はこの人知ってると思うんですけどね、韓国に行くと、こういう表記実際にされてるんですよね。ジャンハンピョンとかね、書いてあって、なんだこれと思う。まだこのなんかわけわかんないカタカナのやつだったら、中国語の方がいいよと思うわけですよ、こっちで見てて。まあ、こんな別に日本語のやつ書いてくれなくていいから、それだったらもうこの佐賀山で十分だわと思うんですけれど、これはね、書く意味がね、実はあるらしいんですよ。で、これは、これを見て、例えば韓国に行ってね、この大十里に行きたいんですけどって言っても、全然わからんと。大十里って韓国の人に言っても通じない。ババだって通じませんよ。でも、マジャンですか、マジャンはどうやって行ったらいいんですかって言うと、案内してもらえる。で、それから、地下鉄の自動放送でもね、次は、オージューリーです、みたいな、そういう日本語の案内はしないわけです。次は、マジャンですって、そういう放送しかしませんよね。そしたら、マジャンってカタカナで、あ、これ次がマジャンか、そういう便利な、のがあるわけですね。で、まあ、そういう、で、だから、仮に韓国の、この地下鉄のこの表記ね、これに日本語が混ざったとしても、結局理解不能で無駄だろうっていうようなことを言ってるんですけど、実際にはそのようなメリットがあるんですよ。そして、ここで韓国が一夜にして親日国になったと想像してみましょう。無理。そして、韓国の鉄道会社が駅の電光掲示板に日本人のためにカタカナだけで表示してくれるようになりましたって言ってるんですけど、これはもうすでに実施されてるんですよ。そしてね、これなんですけど、ここで韓国が一夜にして親日国になったと想像してみましょう。無理って、これただの韓国に対する煽り文句じゃないですか。なんでわざわざね、別に、全然関係ない、読んだこともないような、まあ、もう読んでも理解できないような言葉を駅の電光掲示板に載せたらば、ただ日本人がそれね、不便になるだろう、そういうのはやめろっていうことを言いたいわけですね、この記事は。そこに対して韓国が一夜にして親日国になったら想像してみましょう、無理みたいなね、そういうことを書くと、なんでそこで対立煽るような無駄な発言するのかなと思うし、それからここにこういったことを書くことによって、結局お前はただなんか韓国のことが嫌いで、もう韓国ハングルがどうせ
見たくないから、ハングルってものを見ただけで虫が走るような、そういうね、こう、思考と感情がもうそのままこう直結したような人間なんだろうっていうふうに、そういう感想を持っちゃうんですよね。この一文があることによって。まあ、私も、努力して、そういう先入観をなくして、ここから先も読み進めようと思いますが、この一文は私だったらば絶対に書かないですね。で、まあ、ただこれね、しかも日本人が一生懸命これを読んで聞かせても韓国人には聞き取れず、何語を喋ってるのだろうって感じになるだそうです。まあ、これについては確かに、私もですね、まあ、思うところはありまして、例えば、なんて言ったっけな、鎌倉じゃない、まあ、何にしようかな、ちょっと例がすぐ思い浮かばないですけど、中国人とね、喋るときに、まあ、私、一応中国語は、大学で学部生のレベルの中国語ですけれど、まあ、いい成績をね、もらったんですよ。で、筆談だったらやっぱ中国人と割とまあパパッとできるんですけど、中国語で喋ってもね、なかなか通じない。まあ、通じますけどね。でもやっぱり発音がすごい難しいんですよね、中国語ってね。で、いくらこう喋っても、何かなみたいになっちゃうらしいんですよね。でそれなんか中国人同士でもなんかそうなったりがするらしいんですけど、まあ、だから、まあ、せっかく一応韓国としてはここにワンシムニとかこう書いてくれて、それを例えば駅員さんに行ってワンシムニ駅にはどうやって行ったらいいんですかと聞いたとしても、駅員さんはなんだワンシムニって、そうじゃなくて、俺たちのそのこの駅名はまあこれだけれども、この読みとワンシムニというカタカナも全然違うから理解できない、これ意味ないんじゃないか、まあ確かにそういうことがあるならね、意味ないかもしれないですね。でまあ多分韓国の人たちとかもほとんどはまあこっち読めるんだろうし、じゃあまあこれでも結局同じようなもんなんじゃないかっていう気もしま、まあしなくはありませんって感じかな。あでもあれか、ちょっと言っとくと、これやってるんですよねって言ったけど、これはやってないな。駅の電光掲示板にカタカナ表記はされてないですね。日本では電光掲示板に表記されてますけど、韓国でやってるのは地下鉄とかは、あくまであれだな、路線図とかの場合ですね。でもね、私、韓国のあれで、乗りましたけど、KTX ってやつね、新幹線乗りましたけど、日本語でのカタカナでのね、表記ありましたよ、普通にありましたよ。日本で今この人が問題にしてるのと同じような形で、なんて言ったっけな、なんか間もなく、ソウル駅に着きますみたいなことを、なんかまあ、ハングルでこう言うじゃないですか。で、その後、なんか分かんないけど、We'll be arriving at Seoul Station とか書くじゃないですか。で、その後、中国語でも、じいちゃんだわだ、ソウルちゃんとか、なんかそういうこと言うじゃないですか。で最後に、間もなくソウル駅に到着いたします。ちゃんとね、韓国でもね、日本と同じことで、そういう駅の電光掲示板でやったかは記憶にないけど、新幹線の車内とかで同じことやってますからね。新日とか反日とかね、そういうの言わなくても、韓国ってまあそれは日本がね嫌いな人もまあ少なからずいるっていうのは私も経験上知ってますけど、でもですね、やってますんで、別にそんな先入観持つ必要ないと思うんですよね。で、もうお分かりですね。旅行者への親切心なら、日本語とローマ字で統一した方がずっと合理的なのです。でもどうかな、やっぱり、間もなくソウル駅に到着しますって書いておいてくれたりね、その先の案内とかも日本語でやってくれる方が便利ですけどね。電光掲示板ですぐ切り替わるじゃないですか。まあ、それ困る人がいなくなる人だってそうなんだけど、電光掲示板でね、全然見たことのない言葉、まあ、つまりハングル、中国語はまだ見たことあるし、大体意味わかるからね。ハングルが出ていることに、腹を立ててる人ってね、なんでか知らないけど、これ言ったら、問題なのかな。なんかそこになんかハングルが書いてなかったとしても、なんかもうなんか常日頃から韓国の悪口ばっかり言ってるような、なんかそういう人が、なんかネットでは、多く見られるというか、なんだ、桃田直樹とかね、そういう感じの人を、なんか、私はよく見ました。まあ、全員がそうじゃないんでしょうけれど、別にレッテル貼るつもりはないんだけど、だからこう、別のところになんか理由があるんじゃないのかなって気もしてしまうんですよ。まあこの人がどうかは知りませんけどね。で別に韓国のやってることがそんななんかすごい褒められたことがそうじゃないと思うんですけど、従軍慰安婦のさっき言った像とかね、この人がこう、従軍慰安婦の像をこう、オーストラリアからね、こう、立たせるのをこう中止してくれたって、こう、いいことだと思うんですけど、まあでもですね、ちょっとこれは全般的に、石井国土交通大臣殿、いかがでしょうか。全日本国民と世界から来る観光客のために、オリンピックまでに駅の表示は全て日本語とローマ字に統一しましょうって言ってますけど、これね、東京五輪のためにも駅の表示にハングルが必要ない納得の理由ということですが、まあ日本に来る多くの外国人は、
まあ、このアジアの人であるわけだし、もちろん西洋からの人も聞きますから、まあ、全日本国民のためにというならわかります。まあ、日本人としてはね、確かにあの電光掲示板は日本語だけの方がわかりやすいですから。で、まあ、世界から来る観光客のためにということですけれど、まあ、これ確かにカタカナ表記まで、あの駅名とかをカタカナで表記するのどこまで意味があるかわからないんですが、まあ、でもですね、さっきはああ言ったけれど、まあ、私もね、あの例えばあの I want to go to キャバクラとか言われても、ああ鎌倉ステーションみたいなこと言えるわけじゃないですか。そんな全然何言ってるか分かんないってことはないと思うんですけどね。秋葉原だってね、秋葉原とか言われれば、まあ、分かりますし、他にはなんだ、新宿ってね、こういうんだって言われます。もう新宿って言っても分かるでしょ。他は何かな、よく外国人の人があの言う東京の地名、浅草とかね、浅草は結構みんななんか言えるんですよね。あとは大阪、とか、あとはなんだろうな、まあそんな感じかな。全部別に通じますけどね。外国人があの日本の地名読み上げてもちゃんとうまく言えてるけどな。うん、そんな通じないんですかね。まあそんな感じ。うん、でこれ言いたいのは、東京五輪のためにもって言うけど、そんなにオリンピックをね円滑にやるんだったらば、それこそだ別にサラリーマンのために、さっきのね、こう乗り遅れてしまったサラリーマンのために駅の標示ハングルは必要ないって言うなら分かりますけど、オリンピックのためだったら別にいいと思うんだけどな。外国語のそこに表記残してる、それこそ日本語外国語に不慣れな人たちもこれから多く日本にやってくるようになるでしょうし、オリンピックをきっかけにね、そういう人たちが駅の窓口とかね、改札とかを混雑させてしまったらば、日本人たちだってそれこそもっと困るわけですよ。だから私としては、駅の標示にハングルや中国語を、今、まあ、別にそんなめちゃくちゃに増やす必要はないと思うんですけど、 ある程度は載せていくべきだと思いますね。どうですか、まあ、よければ皆さんの意見もお伺いします。じゃあこんなところでした。ありがとうございます。